皆さんこんにちは。ちは、今日はあれやね、例の件喋りましょうか。そうですね。まあこの件うちのチャンネルとかで喋ったことないですけど、所沢の大将、まあ俺全然どうでもよくて、今まで全然触れてもこなかったんですけど、なんか最近なんかマネージャーの暴露みたいなやつやってるじゃないですか。やってんな、連続で。うん、今4連チャンぐらいいってんかな。上がってきてんな。で、まあこれ自体がぶっちゃけ喋ってたけど、要はやらせの可能性もあるやん。あるな、全然、うん、だからまあそのやらせやった場合、この動画乗っかったら恥ずかしいやんって話やねんけど、ただほんまやったとしたらすごい、なんていうかな、人間としてクソやなと思うわけですよ。ほんまにほんまに、マネージャーがね、もちろん癖のある人間ってことは分かりきってるわけやん。そうやねん。そもそも最初の3前線無敗っていう段階で嘘やし、で嘘っていうのはもう世間に流れまくってたし、ほとんどの人がまあ相当ちょっとね、分からない人以外はほとんどの人がもう不可視やっていうのは分かってて、いろんな YouTuber とかでも Twitter とかでも不可視のタイソンみたいな、不可視のダイソンとか言われとったやん。言われてたな。あれも結構前の話、初期から言われてたわけですよね。そうそうそう、で、まあ、初期から言われてる中で、その頃は再生数が取れてたから、一緒にいただけなのか、それともうまく泳がされたのか分かんないんですけど、まあちょ年末ぐらいから、ちょ今俺が最近ちょっと見てたらね、年末ぐらいからタイソンチャンネルの伸びもちょっと落ちてきてて、でなんかこう全然伸びへんだったら、もうなんかマネージャーがなんかチャンネルをジャックしてなんか出してるよな、連続で。どんな内容出してんの？なんかまあ一番初めからなんか自分はお金を取られてたと、あ、それいつから取られてるって言ったっけ？もうほんまに一番初めて会った時から、撮影した時からみたいな。しかもなんで来んねんって話や。そうね、そっから3日連続お金取られてるらしいねんけど、それ で確実に大層に取られたみたいな、そこで思ったらしいねんけど、言われへんかったとか言いながらずっと続けてるわけやんか。ほんまなんか最初は、一番最初に撮影始めた頃から取られてて、らしいらしい。それもなんか、それがなんかまあまあ嘘でもええやん。なんか嘘やったとしたら、それはそれでええけど、なんかそれにしてもなんかこう、まあ質の悪いやらせやん。ほんまやったとしても相当まあ人としてクズなわけよ。なんかこうね、一緒に煽りながら一緒に来てるわけ。ほんならいきなりウリタさんのチャンネル出て、謝罪とかしだしてる。あ、しょったな。なんかタイソンの代わりに謝罪しますみたいなのが、誰やねんお前って話だわけ。そうやねん、そうやねん、そもそも。でなんかタイソンチャンネルっていうのもなんか俺も全然知らんけど、タイソン自体が、作ったチャンネルじゃないかもしらんと、もしかしたらその何、あの女マネージャーとか、あの K さんのマネージャーのホリートとんねんけど、それらが絡んでなんか作ったんじゃない、プロデュースしてるんじゃないかと。まあそもそもK さんの YouTube 自体もK さんが喋りたいことを喋ってるというよりも、マネージャーとか聞き手の女の人が、が思う方向のチャンネルにしてるっていうのはずっと聞いてる話なんで、まあ、それはもうそこはほんまか分からへんけど。そうやね。だからタイソン自体も同じようにプロデュースされてるっていうのを聞いてたから、あれなんですけど、まあそれがほんまやったら、あれがタイソンチャンネル自体がタイソンのものじゃないんであれば相当問題よな。まあそうやでな。そのタイソン自体はなんかお前言っとったやん、さっき調べた。タイソン自体もなんかつぶやいてんやろ。そうそう、インスタでつぶやいてて、まあそのこのマネージャーはもともと詐欺師やと、だから詐欺師やからまあ言うことを信用するなみたいな感じで、ツイッターで、まあ、本人のマネージャーの顔も晒しとったな。いやそれはほんまやから、それは顔晒すわ。そんなことされてんやったら顔も晒すよな。そうやな、ほんまやったら。いや俺がまあ何を言いたいかしたら、結局こうなった時に手のひら返しまくってる大人が多すぎるわけ。こんなやつらははっきり言ってもうクソなわけっすよ。今までタイソンの前に立ってきてたYouTuber たち、昔から不可視やのなんや嘘ついてるだろなんだかんだ言われて周りから漫画にされてたわけやん。その時もずっと一緒におった YouTuber の人間らなり、マネージャーなり、いや今こそ一緒におれよって話なわけっすよ。何ほんまに今どっか消えてんのって、じゃあその時消えろよって。俺からしたら再生が落ちてきて使われへんなったから、ね、違う人間だからさ、もう言うたら必要ないと思ってしてたようにしか見えへんわけよ。あ、そうやな、ほんまにそうやでな。やろ、それがなんかもう見ててなんか何が元アウトローやねんって感じ。はいはいはい、気持ちの悪い、マジでマジでめっちゃアウトローをしてるけど、そうやね、なんか元アウトローってみんなやってんやったらその辺大事にしろよっていう、さ
やっぱ仲間大事にするとかさ、やっぱチームを大事にするってすごい大事だと思うね、うん、そうやな、それぐらいがまあ誇れる場所なんじゃないのって思うんだけど、うん、それすらもめちゃくちゃなって、うん、ね、こういうのやったらな、あの嘘ついてる時も再生数が伸びるからって自分らの方使って、うんうん、で使えなくなったら一緒に叩くことでまた再生数稼いで、うん、やらせかどうか知らんで、うん、それにしてもクソやって、やらせにしてもクソやって、うん、これはね、うんうん、まあ思うかな。これがもし、まあ、何パーセントの可能性でほんまやった場合、うん、タイソン自体がどっかで声を上げれるメディアっていうものがないわけよ。うん、そうや、今現状ないな。なあ、まあ知らんけど、まあないと予想しようや。うん、な、まあインスタグラムで、それこそ喋るにしては規模小さすぎるやろ。うん、俺からしたらそのタイソン自体に興味ないけど、どっかのメディアもなくて自分の言いたいことも言う場所がないんやったら、うちのチャンネルで喋ればって感じ。はいはい。うん、うちのチャンネルにタイソン来て喋るよ。うん、嘘はあかんで。なんかどうとかもうカッコつけんでええから、ありのままの話を、うん、いや悪いことは悪いな、でもここは違うことに関しては違う、マネージャーにあんだけされ散々言われてんやったらな、うん、マネージャーのことも言い返したらええんちゃうって俺は思うわけよ。そなんで一方的にやらないじめて変われへん、うん、やろ、うん、そな いじめ撲滅みたいなやってるさ、うん、ケイさんもやってるやんか、うん、俺からしたら悪いけど、これに関してはいじめと変わらん、やってることが一緒やな、やってることは全然変わらん、もう集団でないじめてさやってるんしか俺はそうしか見えへん、うん、そうそう、これがまあほんまやったらこうマネージャーがそのタイソンの反面をこうどんどん作っていってるようにしか見えへんし、うん、だから乗っ取ったみたいなもんやん、うん、そうやもんな、うん、その時から問題あること分かっておきながら、うん、な考えれるやん、その時から財布を取るっての分かっておきながら、うん、あじゃあ誰々さん、あの多分あいつ絶対まあ言うたらなんちょ財布取るんで、うん、こう置いててくださいよってことやってるかもしれないんで、うんうんうん、でどん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 な連合体を被害者の連合体みたいなの作って動画のネタにしたらあかんも分かれへん、分かれへんな、もしかしたら正直、うん、だって初期の頃から財布取られてて分かってて、うん、そんなこと一緒に組む、そうやね、うん、そんな人間と一緒に組まれへん、無理やで、うん、うん、初日で無理やわ、それは。俺は思ってたのはその女となんかタイソンができてたんちゃうと、うん、うん、できてて結局別れたから半目になってんちゃうんと思ったわけよ。あ、可能性としてはあるよな。でも瓜田さんがそれを聞いてたわ、うん、まあまあ全く同じこと聞いてたわ、うん、あれやってんけど、まあ、でもあの K さんのチャンネルでもあのマネージャーがこれからそのタイソンのチャンネルをやっていくみたいな話を言うとったな。お前自分のチャンネルでせえやん。それやったら、そうそう、それやったら一番初めから自分のチャンネル作ってやっていったらええやんと思うんだけど、誰やねんならじゃん。そう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 。でその辺も俺からしたらそれがほんまやった場合、うん、あのまあ そこを逆にタイソンで、まあ、やらせやったらさ、タイソンの帰ってくる場所として、うん、あえてタイソンのチャンネルをやり続けてるのは分かるわ、うん、ただそれがやらせじゃなかったとしてな、タイソンのチャンネルをやってんやったら相当問題やで、問題やな、うん、うん、キリさんたちも問題やな、そうやな、まあこう、うん、まあもしやらせやってもこういうやらせに乗っかってる人たちもどうなんって話やから、結局一緒やねんけど、うんうん、まあキリさんに対してはね、もう大阪の先輩のねつながりがあるんで、あんまりああだこうだって言わないでおきますけど、うんうん、まあ所沢のタイソン、うん、ホーミー K さん、まあ、ホーミー K さんというかホーミー K さんのマネージャーの堀人、うんうん、とか瓜田さんとかね、心の中で、まあ、湯山さんも含めて心の中ですごいいろんなことあったわけですよ、うん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 、